ボートレースとこなめ G3 オールレディース競争レディース笹川杯、最終日の攻防戦迎えるカードは選抜戦の第10レースです。対戦メンバーは1号艇濱田有沙、2号艇堀之内清子、3号艇新田芳美、4号艇金田由紀子、5号艇倉田郁美、6号艇は宇野弥生の6選手です。堀之内はチルト3度、どうやらスタート展示同様の並びとなっていきそうです。1号艇濱田有沙の陰線です。残念ながら優出は逃してしまった濱田有沙、ここまでシリーズ1勝、1号艇のチャンスは共に白星に結びつけることができていません。ここは白星に結びつけてシリーズを締めたいところ。外にも飛び道具はいますが陰線濱田、2コースには3号艇の新田芳美、3コースに4号艇の金田由紀子、そして4コースの角が5号艇の倉田郁美、6号艇の宇野弥生が5コース、サイアウトが2号艇の堀之内清子です。ごく緩やかに追い風の流れるコンディション。ここは堀之内スタートを決めることができるのかどうか。3対3に分かれて選抜戦10レース。1番、3番、4番。5番、6番、2番スタートしました。インから1号艇の濱田がトップタイミング、2号艇の堀之内は後ろから前まで行けるかどうか。濱田回っていく、4号艇金田が外、その外に2号艇の堀之内だが内まで捕まえることはできません。インから1号艇の濱田有沙が押し切っています。スリット裏では早くも4艇身から5艇身優勢にマークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手はどうか。外2号艇堀之内、内からは6号艇の宇野、間には3号艇新田、1周にマーク。濱田の後ろは6号艇宇野を外からかわそうという2号艇の堀之内、内から刺してくるのは3号艇の新田で、2番手は3号艇の新田、わずかに優勢か。外に2号艇の堀之内、ここから伸ばすことができるのか。その後ろ1艇身半差で6号艇宇野が追っての2周1マーク。1号艇濱田、後ろは3号艇の新田が2番手で回ってバック側、内横回り6号艇の宇野が新田との差を詰めてきた。内側2号艇の堀之内ですが、これは4番手、2番手争いは内に6号艇宇野、外には3号艇の新田、その後ろに2号艇の堀之内、あとは離れて5号艇倉田、4号艇の金田です。1号艇濱田の後ろは2号艇堀之内も来ますが、6号艇宇野がこれをかわして、また堀之内を刺してきたのが3号艇の新田。前は完全に1番6番となりました。3番手は3号艇の新田優勢、外には2号艇の堀之内、あとは離れて5号艇の倉田、4号艇の金田です。濱田有沙が先頭、6号艇の宇野が2番手、3番手は3号艇の新田、内を刺そうという形で2号艇の堀之内ですが、3番手は新田が優勢か。1番6番3番それでも堀之内伸ばそうとしますが、3番手は新田が優勢で最終ターンマークです。濱田有沙人気に応える逃げとなりそう。ホームに戻りました。6号艇の宇野が2番手、3番手は3号艇の新田で1-6-3、10レースゴールです。1着1番の濱田五輪、2着6番の宇野五輪、3着は3番の新田で五輪、後ろは5番2番4番の順にゴールしています。